ショートの、あの材木準備に引き続き、はい、こちらで組み立てます。組み立てましょう。昨日切り出した材料がこれ、36の40が2枚に、110の36が1枚に、110の40が2枚。そう、よく覚えてるの。どこからやろうか、あ、てか40じゃなくて39になったね。あ、そうだ、俺のミス。とりあえずさ、あの上だけ止めてプランプランでもいいからさ。そうですね、ここさえ止まればね。そう、この辺かな。最近 DIY してます。 DIY ですね、ずっとしてます。これかな、あれ、ちょっと待って、合わない、なんということだ。そう、また匠の合いこのネジを止めるには、ちょっと待ってて。はい、手が疲れてきた。これをゲットしてきたので。お、使えそう。合う、いきます。はい、ねえ、細い、ね、あ、でもいい、いける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 はい、はい、うまい、やった。やっぱ下穴開けた方が楽？楽かな、なんか開けなくてもいけるのかな。いきます。ゆっくり浮くのがちょっと、あ、いいのでは。あ、うん、浮いちゃってもそのまんま、いい、いい、すごくいい多分大丈夫、出てない。この角っこだけさ、うんうん、合わせておけば、まずは。そうかな、まずは板がね、曲がってるんですよ。いや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 。よし、あ、え、いや、大丈夫、これでも余裕でつくでしょ。最初からノコギリ作戦で行けばよかったね。あー、こっちもすごい強度が怪しい。真ん中にズドンと。よし、やってみよう。大丈夫大丈夫、曲がった、大丈夫か。はい、ラッチンです、ね、はい、OK です。そうすればラッチンに止めれる。はい、OK。 うんうん、なんて楽なんでしょうか。ね。うわあ。その開き方したら全部やばくね。やばい。全部やり直しなんだ。はい、モニタが頑張って切り出してくれた材木を。OK。最初からこうやる時だったね。ね。OK、大丈夫。よし。で、それと、やっぱりあの切りかけをもう一回切った方が、そう、よく切ったね、これ。そうなんだよ。大変でしょ。やってあげようか。大変。もうちょっと頑張るけど。折れそうだ。あと、そう、ちょっと。元が短いからね。ね。そうだ、全部そう。だからそれでいつもささくれになってるの。わっきゃ。では。やっていこう。やっていこう。はいはい。行くぞ。どうぞ。なんと楽でしょうか。ね。また匠が流れてしまう。よし。じゃああとこれを。終わったはずの。終わったはずの。あ、なんかネジ出てるし。よし、はい、あと1個抜いて終わり。あ、1個じゃない、全部全部取り出てた。2個だった。うん、いいね、最高。あ、はい、もう最初からこうするべきだった。常々何度も重ね重ね言うが、そう、こうやって次回作る際にはもっと簡単にね。はい、あ、なんかバカな
それじゃこれで何もなかった。これで削ってました。これでも削れちゃう。はい、切ってる。よし、はいはい、うん、終わった。よし、だいぶ出来上がってきたよ、うん、長かったね。アホだったね。マジ持ってて、はい、よし、あと一息で完成。あ、もう、まあまあゆっくりゆっくり、つやい肉。あ、なんかでかいこいつ。うん、あ、じゃあごめん、先っちょ変えればいいんだよ。あ、いいね、ぴったりだ。うん、いきます。よし、完成では。やったー、完成品。あ、ちょうど良かったんじゃない、これでこうやって持てるし。本当だ。どう、重さは。全然軽い。一人で全然こうやって用意しようっていける重さですね。やっていい？いいよ。お、お、お、いいんじゃない。ちょっといびつだけど、まあいいんじゃないですかね。いいんじゃない。じゃあこれから毎日夕方はこれして帰るという。はい、かぶせたり折ったりするときに注意しないと卵貯金箱が割れたり。そうね、しちゃうから注意しましょう。そこだけね。はい、はい、やったはい、以上、行き当たりばったり DIY でした。